ネズミ部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では208番目に置かれる。ネズミ字は、月詩類の動物の総称として用いられ、特にネズミを指す。説問開示に、ネズミは穴虫の総名なりとあり、その象形とする。上部は露出した摂氏を持った頭であり、下部は手足等を表している。また、ネズミ字には、 ウレールという意味があり、ネズミ詩で思い悩むことを表した。変貌のイフとしては、ネズミや、月詩類やあるいはそれに類似した動物に関することを示す。主として、左側に置かれるが、尾の部分を伸ばして左から下を覆う尿の形に変形させる場合もある。また、これを構成要素として持つ、ザンモさんといった音を表す変貌となっている。ネズミは、 上記のようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。ネズミ字の標準自体は地域によって差異が見られる。印刷書体において、後期辞典は手足部分、縦棒からの右羽の筆較の次の二角を短い、横角とし、台湾の国字標準自体、香港の常用技字形表もこれに倣う。一方、中国の新字型はこれを転角とする。日本においては、ネズミ字が、 常用漢字でも人名漢字でもないとため標準字体と言えるものがなかったが2000年に等身された表外漢字や座代表がこれを点角とする字型を採用している。しかしネズミを変貌に持つ字、例えばイタチやザンなどは字体表に載っておらず点角とするか横棒とするかは不明確である。なお後期字転体は 筆者体で縦棒から右に跳ねる筆較を右羽が縦棒より左側から始まるに画風にしていることを特徴とするが中国、台湾、香港ではこれを筆者体風に直しておりネズミ字も同様である。また台湾、香港において変貌のネズミはイタチのように尿となりを長くした形にするが後期時点中国ではこれを変の位置に置くだけで 変形させない。日本では、氷外漢字アザ対表にも載っておらず、変とするか尿とするかは、不明確であり、時点ごとに異なっている。ネズミ、ありがとうございます。